平戸島、平戸島は長崎県北部北松浦半島の最海上にある島。全域が長崎県平戸市に属する。面積 163.42km は、島としては日本で20番目、長崎県で4番目の面積である。南北 32km、東西最大幅約 10km の島で、北東南西方向に細長い形をしている。 北端の田の裏から南端の宮の裏までの道のりは約4 5トルあり、車で1時間前後かかる。東側は平戸瀬戸を挟んで九州本土に面する。平戸瀬戸の最も狭い部分は約5 7 0ルで、ここは1977年、昭和52年に平戸大橋が開通した。周囲の友人島は北約に 北約7キロメートル沖に、安土大島、北西1キロメートル沖に、行き月島、南西3 0 0ル沖に、高島がある。行き月島との間には1991年、平成3年に、行き月大橋が完成した。高島と安土大島は、平戸港から、高島は、宮の浦漁港からそれぞれ船の便がある。その他にも、国志島、中江の島、あちか島、 尾上島など周辺各地に無人島がある。島の地質は第三基層の上に安山岩、玄武岩質の溶岩が被さり、山地を形成する。全域が山がちで平地に乏しく、丘陵地が海岸まで迫る。島に沿って標高二百から五百メートルの山地がほぼ二列に連なる。これらの山地には、上曽根川、安万川、 中津良川、古田川など多くの川によって谷が刻まれる。ただし川はいずれも小規模で、最大の上曽根川でも延長6トル、流域面積9トルにとどまる。農業用水や上水道用水への利用のために各所に溜池が作られている。海岸線は、屈曲に富み、東、シナ海を望む、西海岸では大規模な海食がけが発達する。 薄港湾、古古港湾、四字木湾など各地の入り江は漁港として利用されるほか、千里ヶ浜、根地市、西浜など砂浜が発達した区域もあり、海水浴場として親しまれる。気候は津島海流の影響が強く温暖で、島の各地に商用樹林が発達する。そこに人の手が入った里山、草原。 田畑などもあり、砂浜や岩場も含め多様な自然環境が広がる。植物では、南方系植物に加え、ンギクなどの大陸系植物や柏など、北方系植物が見られる。平戸島固有種には、イトラッキョウがあるが、種レベルでは、当該各地に変種が分布し、厳密な固有種というわけではない。また、平戸の名を冠した、後輩種として、平戸土地がある。 旧石器時代から遺跡があり、1950年に発掘されたネシシ遺跡では、弥生中期の女性人骨が発見されており、工術書 P149。この人骨が考古学的に注目されるのは、抜歯され、頭骨に矢尻が食い込んでおり、弥生時代において女性が戦に参加して、それも戦闘集団の中で統率者的立場の女長と見られる点にある。 平戸島は、県随市、県東市、塚井白木市の頃から、気候地として利用され、海外との重要な交通拠点となっていた。平安期には、平、平野島と呼ばれていて、平には、平、久しら、平などの字が当てられた。非全国と久しらの島の間の瀬戸が、平野とと呼ばれ、これにちなんで、鎌倉時代から、平戸島と呼ぶようになった。平安期以降は、 松浦島の本拠地となり、八幡、馬藩、和光を含む海賊も活動した。鎌倉時代中期、大陸に大勢力を築いていたモンゴル帝国、大元、ウルスにより二度にわたり、日本は、侵攻を受けた、現行。一度目の侵攻の文営の役では、平戸島も、元軍の襲来を受けたが、博多湾から上陸した元軍は、日本側の激しい抵抗を受けて退する。 続く二度目の進行である公安の役では、元軍は朝鮮半島から侵発したモンゴル兵、女神兵、高麗兵などからなる、東ず軍と、旧南僧領から侵発した旧南僧、官兵などからなる、高南軍の二方向ら日本に進行した。平戸島は、この、東ず軍と高南軍の合流地点となった。元軍が平戸島に目をつけたのは、 平戸島が大財府に近く、治世として、軍船を停泊させるのに便利であり、日本側の防備がなかったためである。平戸島に到着した元軍は、日本軍の襲来に備えて、平戸島に類を築いて、陣地を構築した。あずま軍は、行き島の戦いの後、平戸島に移動し、港南軍と合流した。合流を完了させた元軍は、平戸島に部隊を残して、高島に移動すると、 日本側と海戦となる高島沖海戦。その後、台風を受けた元軍は、軽戦か撤退かをめぐり軍議を開くと撤退に決し、平戸島に在陣する軍勢は、平戸島に軍船の軍馬を捨てると、軍船に人員を収容して撤退していった。1550年、天文19年にポルトガル船が来航し、平戸港は南蛮貿易港として機能するようになる。 フランシスコ・ザビエルをはじめとするイエズ・ス会宣教師によってキリスト教、カトリッが布教されたが、その後はキリスト教弾圧の舞台にもなった。ポルトガル船は1561年、A64 年の宮の全事件により、貿易拠点をサセボ案内の横瀬裏、大村藩領、現在の再開市再開長横瀬へ移してしまったが、1584年、 天正十二年にはイスパニア、その後オランダイギリスの船も来航した。また1599年、慶長四年には平戸藩書大藩主となる松浦重信によって最初の平戸城築城が始まった。1609年、慶長十四年にオランダ商館、1613年、同18年にウィリアム・アダムス、三浦・アンジンによってイギリス商館が設立された。 しかしその後の鎖国政策によって1623年、現那9年にイギリス商館閉鎖、オランダ商館も1641年、寛永18年に長崎の出島へ移転して、平戸港における南蛮貿易は終わった。以後の平戸港は平戸藩の城下町として栄えた。1889年、明治22年の町村制度施行で、島内には一町七。 村が置かれた。その後1925年、大正14年の平戸町、平戸村の合併で一町六村、1955年、昭和30年に、平戸市一市体制となり、2005年、平成17年に、周辺町村との合併で新市制の平戸市となった。多くの史跡、文化財、及び豊かな自然から、年、昭和年に、 周辺地域と共に再開国立公園に指定され、島の24%が国立公園の範囲内となった。また、交通ではかつては、対岸の平戸口三橋、旧北松浦郡田平町からのフェリー航路に頼っていたが、1977年、昭和52年に平戸大橋が開通し、九州本土との交通が便利になった。2010年、 平成22年、島の東岸に位置する宝器、田崎、上鳥、迎え、ひもさの集落と前の島、平子島、黒島、野島、西岸に点在するカスが、四子、根地市の棚田、安万岳と行きつき島を含む約1100ヘクタールが、隠れキリシタンの伝統と、棚田軍等の独特の景観を保持していることから、重要文化的景観、行きつき。 平戸の文化的景観として選定され、同年のうちに、平戸西岸のメシ領地区と平戸、行きつきの西岸沖、平戸、行きつきの海峡である辰野瀬戸及び中江の島など、海洋域が追加選定で、平戸島の文化的景観に名称変更した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。